はい皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間足ボリンジャーバンド、トレンドはありません。一目金高価、衡評、買い売りやすさ、発生、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、はい、2時間足ベースは底堅く推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、二時間足ボニンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本、二十一本移動平均線真横を向いております。二時間足ボニンジャーバンドトレンドレス状態ということです。はい、二時間足ストキャスティックス。強い買いシグナリが点灯ということです。はい、こちら、二時間足一目金衡表です。明確なトレンドは出ておりませんが、ローソク足。あといいますと、レジスタンスラインとしてワークしておりました。雲の上限上抜けして推移ということで、二時間足一目金衡表はトレンドはありませんが、強い買いバイヤス発生ということです。 はい、それでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスです。まずはサポート,ポートラインです。はい、サポートラインは91円の5丸レベル、91円の5丸レベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは92円の5丸レベル、92円の5丸レベルと考えております。 はい本日ロンドン市場の予想レンジ91円の5万レベルから92円の5万レベル、91円の5万レベルから92円の5万レベルということです。ポイント株安リスクオフも中国再開期待したね形ということで、本日アジア市場ですねえ株式はまあ弱含む展開ということです。はい通常であればハイベータ通貨のオーストラリアドルは売られやすい。 ということなんですけども、はい、こちらですね、中国の需要回復の兆しがコモディティ価格を押し上げているほか、まあ、世界的なインフレ懸念から債券近2割が上昇しておりまして、ゴ、ま、ー、あ、ドルをサポートということです。はい、そういうことで、二時間視ボリンジャーバンドは明確なトレンドは出ておりません。一問金鉱票は買いバ場や撮影。 ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということでオーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましては底堅く推移と考えておりますはいオーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましては底堅く推移と考えております はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介ということで、ガイタメド届けモデはチームハロンズの YouTube 視聴者向けに講座解説キャンペーンを行っております、はい。詳細は概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。